ヤッホー、アカデミリーです。今からネイルに行くよん。そこで今日はタイトルの通り、私が今まで受けてきたアイドルオーディション話したいと思います。まず今まで受けたのは福岡のアイドルオーディション、熊本で2つアイドルオーディション、 JYP、YG、ガールズプラネット、999。こんな容姿でなんで受けてんだよって言わないでください。本当に私はあの受けてる時は本気で受けてて、その面白半分で受けてるわけじゃなくて、本当にちゃんと受かるために動画も送ったし、ちゃんと文章も、その当時は本当にアイドルになりたかったんで、で全部落ちました。まずね、福岡のなんか面接一人で行って、私そこで一曲歌わなくちゃいけなくて、まあ踊りは別にどっちでもいいですみたいな、踊り恥ずかしかったから別にいいやと思って、私歌だけ歌ったんだけど、オフィシャルヒゲダンディズムのあの Goodbye 君の運命の歌ったんですよ。もう緊張しすぎて声震えすぎて全然声出なくて、あ、もうこれ落ちたなと思って落ちました、案の定。でもそんなアイドルになるために福岡まで一人で行けたのは行動力すごいなって自分を褒めてあげたいです。あとね、熊本のアイドルは2つ受けたんですけど、2つとも本当は受かったんですけど、なんかまだメンバーも合わないうちに結局なんか自然消滅みたいになって、もう1個はちょっと自分でよく考えた時に、なんかおっさんの相手しないのいけないのなんか嫌だなと思って、なんかおっさんにニコニコしてあーとか言うのめっちゃ苦手なんですよ。 YouTube の方が自分のしたいことできるし、自分から言っといてごめんなさいなんですけど、ちょっとやめますって言って、で JYP に入れると思ってないけど自分は。でもちゃんと動画撮って、歌撮って、文章書いて、でもまあその1ヶ月後に落ちました。 YG も連絡が来なかったので多分落ちました。でガールズプラネット999はもうちゃんと自己紹介文送って、動画も送って、あのちゃんとメールが返ってきました。この度は残念な結果になりましたが、あなたのご冥福を、あなたのご活躍をお祈りしてますみたいな、ちゃんと来たの。 JYP は TWICE の More and More を踊ったのを送って、歌はオフィシャルヒゲダンディズムの I Love を歌って、ガールズプラネット999は TWICE の TWICE しか踊れないの私、I Can't Stop Me を踊って、歌はあの夜にかけるを歌って送りました。でも私送ってもこれ参考にしても私落ちた身なんで、あの参考にしない方がいいと思います。見たいですか送った写真。じゃらん。人生で一回はまあ送ってみたいじゃないですか、オーディションって。だからまあそう、ね、自分なんか不合格になったら諦めがつくじゃん、あやっぱ自分無理だみたいな。だからまあその現実見ろよっていうためにも送った部分もあります。無理だよね、才能ないとなんかさ、知名度とかさないと受かんないもんね。もともと知名度あるか JYP 練習生だったとかじゃないと、もう今の時代一般人で才能がある子じゃないと無理だよね。どうしよう、ガールズプラネット見たいな、見ようかな、見たいな。なんかさ見たいんだけどさ、私プロデュース48までは見てたんだけど、男の子のやつも見てたんだけど、だんだんさ自分の年齢の方が上になっていくじゃん。なんか出てる子たちが今までは自分より上の人たちで、すごいかわいい、かっこいいみたいな、私もこんな風になりたいっていう年齢だったのに、もう自分より下の子たちがもう何でもできて、歌も歌えて、
完璧で可愛くて、これ自分もなんか、まあ、やっぱなりたかった身でもあるから、なんかすごいなんか比べちゃう。なんかはこんな自分より下の子が活躍してて、歌も踊れて、顔も可愛くて、ダンスも上手で羨ましい。なんかもっと自分も早くからダンス習っとけばよかった。もっと早くからなんか JYP のオーディション送っとけばよかったとか、そう、なんか複雑な気持ちになるんだよね。見たいけど見ようか迷っている。しかもなんかもうさ、そもそもグループで活動してる子たちもガールズプラネット出てるじゃん今。メイちゃんとかオレンジラテのいろいろ、あと JYP の練習生だったマシロちゃんとか、知名度ある子も出てるから、あもう絶対この子グループに入るんだろうなって分かるくない。なんかマシロちゃんとかも絶対グループ入れそうじゃない？楽しみだな。そう思ったら見ようかな。うち男子のはあんま見なくて、プリデの JO1 は見たけど、あと X1 の時も見たけど、なんか女子の方がうち好きなんだよね、女子グループ。皆さんもなんかどのオーディション受けたとかありますか？めっちゃ緊張するよねオーディション。まあその韓国のやつは自分で家から撮って、家で撮って送れるけど、地元のアイドルオーディションの時は普通にカフェで話したり、周りに人がいるのにめっちゃ恥ずかしかった。であとカラオケでちょっと歌ってみせてくださいみたいな。まあ私にもそういう過去がありましたという、バカにしないでよ、そっちのせいよ。まあいい思い出です。今となっては、みんなももしオーディション何か受けたことがあったら教えてください、失敗談とか。逆になんか JYP とか受けたことありますかね誰か。私ワンチャンまだ20歳で、あの21歳になるまではちょっと諦めれない部分もあるので、あともう一回送ってみて、もしダメだったらもう完全に諦めます。 JYP もう自分の才能がダメだったということで諦めます。まあ20歳でももう遅いけどね多分。でもみんな高校生ぐらいの時からさ練習生とかになったりしてるじゃん、 TWICE の子たちとか。そう考えたらもう20歳って遅いよね。わかんないけど、だってもう何もしてないし、ダンス未経験だし、歌もそんなそこだし。じゃあ私は今からネイルに行ってきます